皆さんこんにちは。こんにちは。マネアンデュー TV の頼藤大輝と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけども、はい、制度終了で使いやすくなったジュニアニーサを賢く活用する方法、イエーイ。はい、ということで僕たちはこちらの書籍の著者でございます。はい、はい、ね、初めてのニーサ&イデコ、13万部超えのベストセラーになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、同シリーズ本として初めてのお金の基本も出ておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして一番左に書いてあるお金大全100、うん、祝三釣りということで、こちらもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで本題戻りますけども、ジュニアニーサの概要ですね。はい、ジュニアニーサを賢く、ね、活用するポイントの前に、うん、はい、この制度が複雑なのでしっかり把握してからお伝えしたいなと思いますので、はい、解説していきます。はい、はい、表ですけども、まず利用できる人、日本に住む0歳から19歳の方になっております。はい、はい、ただ成人年齢が、ね、変わりますので、うん、2023年からは0歳から17歳になりますよというところです。はい、で新規に投資できる期間は2023年をもって廃止なんですね。これ残念です。残念ですね。はい、非課税となる期間は投資した年から最長5年間です。はい、はい、年間投資上限額は80万円で、うん、投資できる商品は一般NISAと同じです。はい、で投資方法は一括買い付けもできますし、積み立てもできますよと。うん、はい、そして特徴的なのが資産の引き出しの制限がある、払い出し制限があるんですね。はい、18歳になるまで引き出し不可ということです。うん、はい、でもここもね、はい、廃止後に変わるんですけども。そうなんですよね。そう、2024年からは引き出し制限がなくなる予定というところで、うん、はい、ちょっと使い勝手良くなるんですかね。そうなんです、うん、でもこれよくわからないですよねというところなので、うん、はい、まあ、引き出し制限、払い出し制限と言いますけども、はい、まあ、払い出し制限期間に資産を売却するとどうなるのかという話をしたいと思います。はい、はい、売却代金は、うん、払い出し制限付き課税口座に入金されます。はい、はい、でこの課税口座にあるお金で課税口座内で投資することもできますし、うん、ジュニアニーサの、あの非課税枠が余っていればそちらにお金を移して投資することもできるということです。うんうん、はい、はい、で課税口座およびジュニアニーサ口座からは原則払い出し不可なんですね。うん、はい、これを図式化するとこちらですね。はい、はい、金融庁のホームページから借りましたね。うん、はい、まあ、皆さんがイメージするのがこの未成年者口座、うん、非課税口座と言われているものですね。はい、はい、こちらで80万円まで投資できます。うん、でここで売ったものはどうなるかというと、うん、課税口座の方に移されると。はいはい、でどちらの口座からも払い出しは不可だよということです。うん、はい、いいですかね。うん、はい、そしてですね、まあ、どうしても払い出しできないのかって言われると、うん、払い出しはできますということで、はい、うん、でもした場合にはペナルティがありまして、うん、非課税で得た配当金や売買益に課税されますよということです。うん、まあ、具体的には、はい、まあ、源泉徴収されて引き出しになるという感じになります。うん、はい、はい、まあ、でもね、災害等のやむを得ない事由の場合は課税されませんよというところでございます。うんうん、はい、はい、まあ、これを踏まえましてですね、まあ、ジュニアニーサ制度期間内にこう成人になる場合はどういうふうになるのかなというイメージをね、あの皆さんに持っていただくためにちょっと図を作ってきましたというところで、はい、はい、見ていただくと、うん、例えばこの2017年に投資したものを売ったらどうなるのか、課税口座に行きますよねと。うん、でこの課税口座のお金を翌年のジュニアニーサ枠で投資することもできますと。うん、はい、はい、で18歳以降は払い出しが可能になりますよというところですね。うんうん、はい、はい、そしてですね、まあ、この非課税期間が終わって、うん、ちょうどその時に20歳になったらどうなるかっていうと、うん、はい、こう一般NISA口座だったりとか新NISA口座に移管することが可能です。うんうん、はい、でこの新NISA とか一般NISAっていうのは自動的に開設されます。はい、まあ、でもね、20歳で NISA に入れる時って、うん、はい、一般NISAと積み立て NISA あるじゃないですか。はい、移管できるのは一般NISAだけです。うんうん、積み立てNISAを口座開設してもそちらには移管できませんので、はい、その場合は課税口座での引き出しになってしまうというところですね。これ注意ポイントですね。注意ポイントです。うん、はい、で、まあ、この課税口座っていうのは、はい、2024年以降は制限解除になるじゃないかというところなんですけども、はい、払い出す場合は、うん、ジュニアNISA口座、課税口座でこの後話す継続管理勘定、うん、ここに入っている資産は全て払い出す必要があるんですね。全て一部だけってことできないんですね。そうなんです。その後口座廃止になるということなので、うん、だからジュニアニーサの口座で投資を続けながら課税口座のお金を引き出すっていうことはできないということです。うん、ここね、専門家の中では誤った解説も多いので、はい、うん、はい、この説明が正しいので覚えていただければと思います。はい、お気をつけください。はい、じゃあ続いて、はい、成人になる前にジュニアニーサ終了する場合はどうなのかというところなんですけども、うんうん、はい、まあ、売ったり買ったりする場合の、その課税口座とのこのお金の流れは変わらないんですが、
例えばこの2016年とか2017、はい、2018年でジュニアNISA講座の非課税期間が終わった場合は、うん、翌年にまだあるんですよね。ジュニアNISA講座がまだ2023年もできますから、はい、あるじゃないかというところで、その場合はロールオーバーすることができるんですよ、うんうんうん、ロールオーバー、はい、まあ、ただし手続きが必要になってきます、はい、でこのロールオーバーはいいんですね、はい、なぜならば、うん、上限額がないんですよ。じゃあ増えたら増えた分だけ、そうだから2016年で80万円投資したものが仮に200万円になってたとしても、その200万円を全額ロールオーバーすることができますので、いいですよね。そう、非課税で効率よくお金を増やすことができるというところですね、はい、そしてですね、じゃあジュニアNISA講座の枠が2023年で終わってしまうと、その後はどうなるかというと、はい、書いてある継続管理勘定にロールオーバーすることができます、はい、こちらも手続きが必要です、はいはい、で継続管理勘定というのは、うん、成人になるまで非課税で運用できるというものなんですね、はい、まあ、新規に投資はできないんですけども、うん、非課税で運用できますから、はい、効率よくお金を増やすことができますということで、うん、いいですよねというところなんですね。でもやっぱり手続きを忘れないってところがポイントですね。そうなんです、手続きを忘れてしまうと、うん、課税口座の方に行ってしまいますから、はい、もったいないよねというところです、はいはい、でこの継続管理勘定で売却することができるんですよ、はい、でも売却してもお金はこちらの課税口座に移りますよというところでございます。はい、うんはい、というわけで結構複雑だなというのが分かったと思うんですけども、うんうんはい、これらを踏まえてジュニアNISAを賢く活用するポイントなんですけども、はい、はい、1つ目がロールオーバーに上限がありませんので、はい、ジュニアNISA口座や継続管理勘定にロールオーバーして非課税運用を続けましょうというところですね、はい、はい、そして成人後は一般NISAとか新NISAへロールオーバーできるんですよ、うんうん、ロールオーバーすればさらに非課税期間が伸びますので、うんはい、効率よくお金を増やすことができますというところですね、うんはい、そして2024年以降は引き出し制限がなくなりますから、うんはい、まあ、今までは18歳にならないと引き出しができないっていうことは、はい、まあ、大学の入学資金とか ね、 そ う、 ね、そういったところにお金使うって話だったんですけども、うんうんはい、まあ、中学高校受験とか留学費用などの教育資金にも使えますし、はいはい、別に教育資金じゃなくてもいいんですよ。そうですね、別に年収は決まってませんからね。そう、家族の余暇資金にもお金を使えるということで自由度が広くなったということですね、はいはい、そして夫婦でどのNISAも活用していない場合なんですけども、うん、その場合はまずは一般NISAまたは積立NISAで上限額利用を優先してくださいということです、はい、やはりこうジュニアNISA複雑でしたよねというところで、使いやすさで言えば一般NISAとか積立NISAというところですので、はい、そちらを優先してください。その上でなんですけども、はい、資金にまだ余裕があるならば、うん、ジュニアNISAを開設しましょうということですね、はい、2022年と2023年の合計160万円まで非課税で投資可能と、うん、この金額大きいと思うんですよ、はいはい、で制度終了後は、うん、継続管理勘定で成人になるまで運用継続できるわけですね、はい、そう、効率よくお金増やすことができますし、うんはい、必要に応じて引き出しもできますというところなので、うんはい、まあ、まだ使ってないっていうんであれば、うん、あと2年間だとしても、うんうん、160万円は大きいのでぜひ活用しましょうというところでございました。はい、まあ、今回なんか改めてジュニアNISA取り上げたんですけれども、うんうん、まあ結構複雑だなと。複雑ですよね。思いましたね。そう、僕も今回資料を作ってかなり勉強し直しまして、うんはい、まあ、それでもやっぱりね、使いやすくはないんだけども、はい、賢くは活用できるなと思いましたので、はい、今回の動画にしたということでございます。はい、はい、次にかつ、ね、ちょっと余裕がある方はね、はい、ぜひ検討してみてもらえればいいかと思いますね。はい、よろしくお願いします、はい、まあ、このような感じでですね、マネーヌー TV どんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕たち Twitter やっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you。 Thank you.